どうも、くんでございます。これ足元を温めるホットマットなんですけどね、買って2年しか経ってないのにもう壊れました。差し込んで PC をコンセントに電源スイッチオン、電源は入るんですよ。30秒もしないうちに暖かくなるんやけど、これ最大6ね、6で、はい、30秒経ったけど全然暖かくない。はい、これ今飲んでね、ちょっと口に入れてますね。ちゃんと効いてますよ、温度計。元の温度に戻った状態で全然温度上がらない。ちょっとくるんでみるよ。もうだいぶ数分経ってるけど全然変化なしね。壊れてるんですね。これバラして見てみましょう。電源オン、うん、オンオフ効いてるでしょ。上下も効いてるし、タイマーも動いてる。これね、線を抜くとね、点滅するんですよ。よいしょ。ここが繋がっていることは認識されてるんですよね。だからこの制御系は動いてる。こっちは来てるから、こっち側電源系ね、電圧いってないんじゃないかな。ちょっとね、バラしてみよう。さあ、開けてみよう。なんだこりゃ。おいおい。これ白いとこ。線が出てんのか、外に。飛び出てるな。この青もそうや。青なんて Y 字にね、分かれて外に飛び出してるよね。で、外側グランドやから接触したら良くないじゃん、あんまり。まあ、赤が電源でしょ。こっちもなんか汚ねえな。なんかシリコン樹脂みたいなんで止めてあるけど。しかもなんか、線が広がってるよね、全部。これ予備ハンダしてないな。予備ハンダっていうのは線にね、つける前に、線の方にもね、ハンダつけて、なんかメッキしておくんですよ。その方が付きが良くなるからね。予備ハンダとか全然しないで、そのまま、ちょん付けみたいな感じかな。多分流れ作業で大量生産やから、アルバイトみたいな人が組み立ててんやろね。何の資格も持ってないやつ。電源オンオフでしょ？制御効いてるでしょ？制御が効いてる。ここ電源 AC だから、ここ 100V 来てるはずよ。100V ね、来てるでしょ？電圧かかるよ。ここ 67V かかってるでしょ？で、ここは本体に行ってるんですよ。37しかかかって、あれ21。なんか変動してる。あれ？あら？何これ？外れてるし、焦げてるし、パチパチやってたのかな。ゴムの足ね、突き出さなきゃなんなのに、突き出てないから、引っ張ったら抜けるぞ。シリコン樹脂で止まってるから抜けないだけで。まあ、AC とこの全部配線やり直し。iPad で写真を撮りましょう。間違いないように。あ、あ、溶けた溶けた溶けた。ああ、ハンダゴテがついた。まあいいや、ハンダ吸い取り器溶かしてビュッ、なんだ、ワイヤーストリッパーで、はい、予備ハンダした方が、ハンダメッキしてつくか、よし、入る入る。シリコン樹脂取って、はい、イソブロピルアルコールでピュッピュッ。もう引っ張っただけで外れた。シリコン樹脂邪魔だな、これ。だからよく抜けるからこういうので止めときなさいっていう指示が出てるのかな。それよりもこれ、最終チェックしてないよね、絶対。最終チェックしてもう見ただけでこれダメだってわかるのに。こんなのね、製品として出してるってことは、そういうチェック体制が全くされてない。これどこで作ってんの？でしょうね。ハンダ吸い取っとこう。吸い取る前に、一旦ハンダを盛ります。きやすくなるから。全部外に出っ張ってないよね。穴開いてんのに穴通してないんや。上側にちょん付けしてるだけや。中学校の技術課程の授業で作ったやつか、これ。これ届く？切れねえか。このぐらいだな。ちょっとは切れるか。先っぽは切れるな。先っぽ広がってるから切っとこうか。あ、切ったよ。なんで、こういうの普通穴通さなきゃダメなのに。穴あったんだね。穴ないのかと思ったけど。ハンダ付けこれ。全部ハンダ付けチェックしなきゃ。穴開いてるやん。すごいでかいんですよ。これ穴開いてるのに穴通してないの。これはダメでしょ、製品にしちゃ。茶色ね。熱が伝わんない。
取れた。だよ、これ。これ線届くかな？この辺か。ギリギリだな。先だけ切るか。よいしょ。だいたい取れたか。素人力は、もうぐちゃぐちゃだもんね。これ切らなきゃダメだ。すごいよね。これが先っぽだからね。穴通さずにちょん付けしてる先っぽ。本当は全部切りたいけど。本当はね、これ、皮膚つけたままねじってね、予備判断しないとダメなんだけど。予備判断しやすいように、フラックス。シリコンついてるから溶けにくいな。はい。はい。こんな感じでね、判断メッキをしておくのが原則です。穴に突っ込んで、赤突っ込んで、茶色突っ込んで。よし。こうやってちゃんとね、穴通してれば、シリコン樹脂でね、固める必要ないんですよ。ちょん付けしてるからシリコン樹脂で止めて、引っ張られても外れないようにしてあったんだよね。入力側。AC は上から育ってた。あ、そうだ。青い線。線が剥き出しになってるでしょ。どうしようかな。レジンで塞ごう。UV で固まるレジンをこの辺に。あの、塞いどけ大丈夫でしょう。はい。紫外線ライト。UVA が出ます。UV は ABC とあります。C は人体に害があるけど、A はそれでもない。日本でいいか。へいお待ち。はい、これでね、穴開いてるとこ固まって絶縁されたから。合体。で、コンセントに挿します。どっかね、ショートとかしてたら燃えるからね。はい、電源入ったね。3ね。電源オンオフ。見にくいけど、数字が上上がってるでしょ。これタイマーね。制御は効いてる。まあ大丈夫そうなんで、組み立てよう。ユーラスター。こういう精密機器はね、ゴミついてるだけでショートしたりするからね。耐熱絶縁テープ。で、ここ鋭角だから、この配線が当たってね、この方が切れたりしたらショートする可能性があるから、そういった細かい気配りができるのが、大日本人だよ。一応ここに絶縁テープ貼っとけばね、まあ万が一のことが起こっても大丈夫さ。はい。こうやって蓋して押された時にね、ギュッと押される可能性があるから。はい。はい、OK です。今13度ね。スイッチオン。上がってくるか。一応蓋しよう。これでか。はい。上がってきてるよね。じわじわやけど。もう手ではもうあったかいの感じてる。もう確実に数値として上がってきてるからね。これどこまで上がるんやろ。ちょっと40度とか超えたら、やけどするから。低温やけどとかするから。もうこんなもんでいいのかな ?23 度ぐらいでいいのかな。もう十分あったかいよ。25度。26いってるし。どこまで行くんやろ。まあまあ暑いぐらい。28いった。9。まあ30度いったから、まあ、31度いってるわ。最大だからね。体温に近づいたら暑いよね。なったよ。よかった、これで冬越せると。もう足冷えるとね、お腹壊すから。はい、治ったね。あったかい。ハンダゴテの跡がある。ああ、あったかいわ。はい、ということでね、まだまだ数年はね、活躍してくれそうです。まあ、電気製品のね、故障原因でね、大体接触不良とか、断線とかね、そんな感じなんでね、自信がある人はね、壊れた時に分解してみてね、直してみてください。それではまた別の動画でお会いしましょう。ほなまた。